本部です。よろしくお願いします。どうも。よろしくお願いします。僕、1年前に靴やめたんですよ。1年やらないとさ、靴が分かんないよね。まあでも、流星。いや、俺結構その、ワンマイさんの SNS 見ますけど、割とついてきてる感はすごいありますけど。いや、なんか売れるのとか分かるじゃん。はい、だけど、実際に、なんか温度感が分かんなくて。ああ、人が実際にどう動いてるかみたいな。現場売れそう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 。なんか昔だったらさ、お店で、あ、こんな風に売れるみたいなのある。靴のさ、値上げも良くないやばいっす。私は本当にちょっとびっくりしましたね。こんだけ上がると思ってなかった。だから昔の金額戻っちゃいましたね、ダンクが。ダンク一回昔高かったじゃないですか。1万5千円くらいから、一回安くなって、で、それ戻るどころかちょっと超えちゃいましたね。はい、今1万7千円とか。確実になくなってプレつくのは、まあ、SB が多いですけど。でもさ、だってリセールできないでしょ。リセールできないから、定価高いのが残り価値です。だってさ、僕、あのジョーダンのゲットの話だね、これ絶対売れるのかなって思ったけど、残ってるじゃん。いや、俺も絶対売れると思ったんですけど、多分数作りすぎっすね。あれ、衝撃だよね。サテンという素材は、そうだね。素材の問題はかなりでかいと思うんですけど、ロイヤルも作りすぎ、プラス、まあ、企画がそのウィメンズとか、それがやっぱり良くないですね。ウィメンズに対してのマイナスが、みんなの印象としてすごい強すぎるんで。はいはいはい、でかつサテンじゃないですか、うん、サテンってなると雨の日かけないがイコールしかついてるんで、いやでもこの間僕ニューヨーク行ったら部屋の授業が700ドルまでしてるの。でも14まで行ってるんですね。あれ新作でしょ。そうそうそう、スポーツメッシュだから絶対雨の日もかけないと。こんなに高くなるんだ。700ドル日本円じゃん。橋本君も9万ドル。え、じゃあリセール価格ついてるの。そうそうそう。あと今さ、なんかオンの店が人やばいよね。それ毎日上がってますよ。でも、まあ、ほとんど今あれだよね、タイ人がすごいよね。ケンチ君の方にちょろっと聞いたら、なんか向こうで買うとちょっと安いらしいっす。だからそこで買って、まあ、あっちで触ってるんじゃないかな。さばけるね。いやなんかそれもできるぐらい日本の方が安いらしい。オンもさばけるんですか。いやでもニューヨークニューヨークは売れてないと。ナイキがあの高いってイメージしかもう今はもうないんで、ナイキが意外に安いってみんな分かってないですよ。いや、一番安いんじゃないか。いや、クオリティの割には高いんだよ。NB とか。変わんないのよ、そんなん。まあ、そうだよね。アメリカ行ったら、もう 90% はナイキだからね。それで、だけど、なんかアメリカ人お金がなくなってきたのか、中古買うよね。あ、ラウンド2とか。ラウンド2とか、ラウンド2の前に D1 ってお店がある。ああ。D1 がすごい混んでる。30人とか40人並んでるんで。でもさ、表参道にイルミネーション始まったんだよ。ああ、始まりました。始まったんだけど、みんな日本人すげえいっぱいなと思ったら、日本人じゃないのに。日本人だよ、あれ。僕はね、浅草で、ね、行ったんですけど、浅草の観光客がほぼアジアンテイストなんですけど、よく聞くとみんな外国だったんですよ。なんで浅草行くの？浅草で、その自分らがやってるオンラインサロンのメンバーで、お好み焼きやってる人がいるんですよ。そこが1日店長なんですよ。お好み焼きのおにぎりとかってできない？ローソンかなんかね、うん、なんかソースラジのおにぎり2種類くらいあるんですよ。めっちゃ食えるんですよ。おにぎり？いや、和風、シーチキンと和風シーチキンだったら和風の方を選べるし。はい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 。まあ、オムライスと、やっぱカツオだったらカツオの方を選べるし。はい、でもそれに年取ってきたの。あ、そうなんですね。そう、僕もなんか昔はなんかハンバーガー、そのハムとかが好きだったんだけど、もう今はなんかおじいさんになってきたから、出汁からできてる方が好きになってきて。でも今流行ってますよ。だってコンビニのおにぎりの合間でも、その具で勝負するんじゃなくて、その元々で結構勝負するんで、出汁系のおにぎりのいいとかって安いんですよ。泣いてたらどうするか。なんかコンサルやればいいじゃん。でこういうおにぎり売れてるからこういう靴売れるんじゃないのみたいな。めちゃめちゃ違いそうですけど。でもあれなんでしょう、レギースのでっかいのダメなんでしょ。やっぱウィメンズがナイキめちゃくちゃ作るんですけど、なんかみんなどうせその後ちゃんとしたやつ出すでしょって分かっちゃってる。あとさ、ダンコも一緒に行こう。あ、行きます行きます。一回オンラインサロンの人たちみんなで観光旅行韓国集合にして、韓国現地解散で現地の集合韓国に3年もしてるんで、本当は11月くらいに行きたかったんですけど行けなかった。韓国のさ、ほらウィンウィンっていうのが何チョップ作ってるんじゃん。あ、そうですね。だからあれ撮影できるんじゃないかなと思って、
ってちょっと聞いてみます。だからランニングトップしたら見せるんだよ。そうだからまあ原宿の買い物来てるスニーカー好きの人たちが求めるものではないと思いますね。多分あれだよね、インバウンドで。そうですね。あとはやっぱランニングとかのそういう感じのことがあるかなっていう。しかも店舗のオフラインイベントをして、そのみんなでランニングするみたいなのを定期的にやるっぽいんで、ランニングやらない、健康的にちょっと意識しないと俺ら生活 その過ごし方悪すぎるんで、なんかあれじゃあお腹やってんの、お腹やるんだよ。寝る時間はあんまないっすよ。自由1本編集するんだよ。かかるときは12時間とかやっぱかかっちゃう。本当にこの頃見ないのよ。YouTube で。何見ますか普段？本読んでるの多いよね。新聞も読む。新聞も読む。切り抜き大好きだ。そう、切り抜いて、逆に書きそうなのはトイレに入る。だからでも、経営者の頭と、このクリエイティブの頭とは違うから。俺は基本まずツイッターとかのトレンド全部見ます。靴はトレンドってさ、どれ入ってくるの？いや、靴は基本スニーカーズかスニーカーしかないです。スニーカーズって基本的にその人見えないじゃないですか。だからそこに関しての、いやもうちょっと面白いよっていう変更とか、スニーカーズでこれ買ったけどナイキクオリティダメだと思うみたいな話とかっていう悪い変更で、スニーカーに関してはその鑑定運動とか、これが通んなかったとか、本当に言ってるような人たちが入ってます。やっぱりトレンドって、それこそファッション系とかはヘイトが集まりやすい。どうしてもいい方のトレンドにはならないんです、ね、今さ、ファッションで売れてるのって何なの？靴は思うかなと結構思っちゃうんです。売れてるブランドあるの？いや、この間さ、金曜日に若いやつみんな走ってたから何だろうと思ったらポケモンカードだったんです。ああ、まあそうっすよね。なんか服がめちゃくちゃ売れてるってイメージ正直あんまないっす。周りの方とかがブランドやつがするんで、その方のブランドを買ったりだから言う世間で流行ってるやつが分かんないけど、もう年取ってくるじゃん、もう10過ぎると仮眠の時期だね。軽さの記憶っすね。軽さあったかいもんだと思う。そうそう、軽くないと思う。先日もあそこにお会いしたけど結構軽い衣装でいるじゃん。でも今度韓国行くと思うよ。どうして言いましょうか。結構韓国行ってる。いや韓国好き。何度くらい？年に5回くらい。年に5回。アメリカも5回もぐらいだし、結構飛行機好きなんだよ。だから、去年は20万マイルぐらい乗ってるから、なんかね、去年っていうか、ガキとかがアメリカにいるから、ああ、そうそうそう。でも、上のやつはさ、今軍隊行ってんだよ。アメリカ軍。アメリカ軍ですか？アメリカ軍。陸海空。本当、あの予備兵。今、フットキャンプやってる。あ、そう。日本人と違うの？行けるんですか？そう、グリーンカードだけだと、ここまでしたらできます。国籍変えるとここのマネにしようと思います。でもさ、なんかずっとやってると終わんなくなるから、一個あれなのは、韓国行くとき来年ね、休みそう。いや、ほとんど毎日休みだからさ、そんなことはないじゃないですか。昨日もさ、2日間ぐらいだったら韓国が一番マネにね。あ、まあでもいつもと違う温度感で楽しめるのは韓国かもしれません。確かに寒いよ、寒いよ。こういうのでこう焼いて油が出てきて、このキムチがめちゃくちゃ、あ、この油の、全部キムチに吸い込ませて食うんだよ。あ、あ、そう。寒い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